ようこそいらっしゃいました。漫画紹介 VTuber のムクドリンです。以前ね、ジャンプで連載中のアクタージュを紹介したのですが、やっぱ作ることをテーマにした作品好きなんですよね。本日ご紹介するのは、高校演劇をテーマに青春部活動物語を描いた作品、じゃん、幕結び。以前紹介したアクタージュが天才たち、いわゆるまあ才能の果てを描いた作品だとしたら、こちらは入り口、荒削りな学生原石たちの物語です。ではあらすじを紹介していきましょう。仙台星見高校に入学した土暮さくら、彼女には友人彼にも言えない秘密があった。それは漫画を描くという創作活動のこと。好きかどうかじゃない、届くか届かないかだ。創作の世界を諦めかけていたさくら、しかし過去に描いた漫画がひょんなことから演劇部の手に渡り、新刊で舞台として上映されてしまう。演劇部のジャスコに巻き込まれ、さくらは高校演劇の舞台へ進んでいく。今誰もが輝く青春群像劇の幕が上がる。いやー、演劇やりたいね。学生時代はマジックに費やしてしまって演劇部ルートに進まなかったムクドリンです。この作品ね、文化系部活をやっていた人も、それをまあ傍目に見ていた人からも、うわーってなるような作品です。見どころその1、これぞ高校文化系部活。舞台練習って、まあ、日の目を浴びるのが舞台の上のたった数十分。そのためにずーっとね、半年とか練習するんですよ。もうね、心が折れる。まあ、素直にだるいし、もう自分はそんな人様に見せれるようなものを作れてるんだろうかって思っちゃうんですよね。個人活動と部活の大きな違い、やっぱり部員の存在と大会みたいな期限が決まってることだと思います。幕結びはそんな青春部活動っぽさをよく描いた作品ですね。見どころその2、裏方メインの演劇漫画。ただでさえね、演劇テーマの漫画なんて少ないわけですよ。その中でもこの主人公は脚本、つまり裏方なんです。よくあるのは、主人公は役者で、たまに作品は一人で作るものじゃないんだみたいな、裏方感謝の話がある。でも幕結びはそうじゃなくて、主人公は脚本、しかも表現力が足りない。それを役者や演出っていういろんな人と絡み合いながら作品として作り上げていく。本当に一人では何もできないっていうのがよくわかる漫画です。見どころその3、寒い。ちゃんとリアルな寒さがある。もうね、文化系部活をやってた人、それを傍目で見ていた人もよくわかると思うんですけど、寒いんですよ。寒い。どうにもね、中高の表現系の部活って独特の寒さがあるんですよね。画一的な制服、授業、話題、そんな生活圏だからこその寒さ。幕結びはその描き方がすごい上手い。クロイシだろ、手の玉の先生とか、ざわざわするクラスメート、もうね、この辺りにすごいリアリティがある。そしてそういうのを乗り越えた先に人を感動させられる。青春群像劇と呼ばれる作品の多くは、そういった寒さ、周りの目線を描かなかったのに、それをしっかり描くことで心に刺さるリアリティのある作品です。高校演劇をテーマにした青春部活動物語、幕結び、いかがだったでしょうか。舞台ってね、みんな練習中、本番前はもうやだ、これで舞台は最後だって言うんですけど、でもいざ舞台が終わると、もう一回立とうって思えるんですよね。舞台をやっていた人もそうでない方も、本当にリアリティのある高校部活動漫画なので、ぜひ読んでみてください。概要欄に無料で読めるリンクも貼っているので、もしよろしければお楽しみください。では本日はここまで。漫画紹介 VTuber のムクドリンでした。またのお越しをお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。